ケンケンです。はい、おはようございます。山根さん、おはようございます。何やら後ろに怪しい車がピットインしてますけども、はい、これはいいかい。もう早速ね、行っちゃいましょうよ。あ、行っちゃいますか。はい、あと5分くらいあってもいいんですけど引っ張るね。立ってもらっても。あ、じゃあ立ってもらう。ちょっと廊下に立ってもらう。おーい、こっちこっちわざとらしい。お願いします。あ、どうも、はじめまして。沖縄生活さんです。はい、お願いします。まあまあ知ってる人しかいないでしょう我々のチャンネルで言うとね。これがね、ヒマセカさんですよ。いや、もう本当ですよね。今日はね、はい、2人が遊びに来てくれたんだよ。なんとね、そうなんですよ。僕らが走ってたら見かけてくれたと、見かけてくれたって変だけど、すれ違った。ちょうどすれ違ったみたいなんですよ。僕ら気づかなかったんだけど。大きなこのそうデリバリー見つけて、そう緊張やってなって、本物やってなって、でもうそのまま遊びに来ました。そう、遊び来てくれました。逆にこっちが本物やのテンションなんだけどね本当にいつも見てるやつだっていう、はい、今日はね、お車をね見せていただけると。そうなんですよ、はい、今回は日本一周をね、まだこれから北上していく感じかな、関東とっていう段階で、はい、実はね、僕らもね、ほら動画で発表したじゃないですか、日本一周再開しますっていうね、はいはい、で、僕らは逆にこう鹿児島の方を目指して南下していくじゃない、これからね。そう、うん、一方のこのお二人は鹿児島から北上してきてるわけです。逆ルートじゃん。そう、だからさ、いろいろ話も聞きたいじゃない。 そっち方に行くから俺ら。確かにね、ね、聞こうよ。そんな話で行こうじゃないの、今日は。とりあえずまずはこれよ、車見たくてしょうがない。いや、だってさ、俺ら軽キャンピングカーで日本一周してたけど、うん、まあまあ大変でしたよ、普通に。いや、もう大変でしたよね。よりもおそらく空間は狭いからね。めちゃくちゃちっちゃい。こんな感じね。うん、これをどうやってさ、どう工夫して乗り切ってるのかって見たいよね、うんうん、あ、苦しさをちょっと味わって苦しさがねいかに狭いか普段無理してるみたいに聞こえちゃいますけど、ね、ちょっと無理してるじゃないですか、林さん。大丈夫ですか。いや、ほんまにいつも GoPro の広角で撮ってるから、うん、ねえねえ、広く撮ってるね。広く見えるんですけど、うん、意外とこう直接見てちっちゃいねって言われるからもうここでちっちゃさを伝えとってもらって逆にね、まあ、こんな感じでちょっとオープニングね、ガチャガチャしちゃってるんですけども、はい、今日はもうこの軽バンのお二人来てくれたということで、はい、いろいろ根掘り葉掘り見させてもらおうかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、それではですね、まずはお車拝見させていただきます。こちら K 番号さんです。 K 番号さんですK 番号さんですってあれだけども、いや、ちょっと待って、テンション上がるな。本当に見てたやつって感じだよ。いや、そう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 、うんうん、もう特にね、この風景よ。そうなの、リアゲートが開いて赤いカーテンが見えてる感じが、まあ、よく見るというか、結構 SNS 上でもだいぶ僕が見てます、うん、で今走行モードになっているということで、ちょっと運転席いってもらいましょうか。はい、はい、お二人のね、うん、ここに乗ってこう旅、まあ、向かってるわけですよ、うん、結構これだとね、シートもここまで来てるけど、うん、割とリラックスして運転できそうな、ね、車両紹介だね。車両紹介だ、車両紹介だね、なってますけど、うんうん、いや、ちょっと色合いがやっぱね、可愛らしいです。可愛いよね、こういう色、なん、うん、サンドベージュカラー。ちょっとベージュがやっぱ貴重、あとウッディな感じかな、うんうん、似合ってて、この辺のパネルとかもね、塗ったよね。綺麗だね。塗ってるね、うんうん、ナビ周りもあれ手作りのウッドなのかな、もしかしたら。あ、本当だ、ね、ちょっと失礼します。ちょっと大きいナビつけて、ほら、なんか見て、あそこ、ほら、お花草花が。ほんとだよ、ちゃんとフェイクグリーンまで飾ってね。そう、両サイドにあって、ね、ちょっとね、この2人おしゃすぎて、確かにあんまり僕らのこの汚いやつらがあんまり入ってもね、あれなのかなっていうぐらい。俺らの場合だと、あの角っこにね、猫じゃらし生えてっから。ああ、生えてんだ生えてたらやばい、飾ってんじゃねえ、生えてたらやばい、生えてそれやばい、あとまあ気になるところとすると、僕もキャンピングカー作ってますから塗装ですよ。いや、そうだね。ああ、いや、すげえ細かくやってんなっていう印象。おお、急に上から来たね。いや、やめろよ、なんかやっぱ俺が評価していくぞっていう。めっちゃ笑ってるから、隼人君もすごいよねっていう話でしょ。そう、あ、これもちろんパッキンも取って、内側はパッキン取って、あ、でももう3年経つんで、もう近くで取らんとってください。俺めんどくさくて、パッキンの上からマスキングテープしてうわ、出てるわ、細かさの違いが出てるわ。これ、ね、性格出ますね。いいね、靴もちゃんと段違いで並ぶようになってる。ここって結構デッドスペースになりがちだから、うんうん、うまく工夫してすごい。フックもついてるしね、うん、気になるね、これって手作りだといろいろ見たくなっちゃうね、こういう細かいところはね。そう、でもほら、やっぱり今実際2人が使ってるから、あんまそんなガチャ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 、あんまりこうお見せできないものもあるかもしれないからね。いや、うちらと違ってそれはないと思う。ないか。うちらはあるみたいな。うちらはあるみたいな。ちょっと後ろから見ようかな。はい。やっぱここの後ろからの景色よ。これがやっぱ軽バンさんよ。うん。うん、お、すごい、軽バンさんみたいになってるよ。でしょ。
あ、俺が なってる こんななんか前鏡だけど大丈夫すごいいいよ定番さんみたいになってるありがとうございます定番生活ですあでかいなでかいなでかいぞでかいぞでかいぞでも可愛いねめちゃくちゃ可愛いよねすごい可愛い、ね、すごい電気がつくとまたちょっと変わるねうん結構ほらあの光沢のある濃いめの塗装だから、うん、どんな感じかなって実際の見てみると、うんうん、でもすごいいいね、うん、雰囲気がこんなお前あかね先生に展開してもらうなんて。いいじゃないよ。すごいよ。せーのとか言って。ああ共同でねちゃんと。わあすごい広くなった。やっぱこう運転席の方まで使うとここまで盤も広くなるね。これ N ボックスで車中泊してる時はさ、うん、運転席助手席も全部倒して使ってたけど、うんうん、多分そういう感じの使い方よね。うん。うん、じゃあめさんせっかくなんで中入っていいっていう。本当に申し訳ない。本当にもうあなたもう二度とこんな機会ないからね。本当に申し訳ない。はい。すいません。失礼して本当にすいません手洗った手は洗いました洗った、はい、大丈夫ね、はい、うん、お邪魔しますちょ蚊が阻んでいるおいやりすぎやりすぎやりすぎわぁすげぇうわーなんか不思議な感じするどうですかすごいあ全然高さ感じないねヤマメさんであれば落ち着く落ち着くうんいいじゃんてかクッション性いいよねいや絶対ねめっちゃねふかふかなのこれね結構分厚い本当に下に板とクッションとあれそちらから見えないかもしれないけど、うん、ここにもねなんかねタコさんがいるタコさんいるチューチュータコさんとかねこれはあれですかあかねちゃんの趣味ですかあこれはですねひまか島のタコであひまかだこれを、うん、こうしたらおなんか収納かなんかかと思ったらただのリバーシブルただのリバーシブルなんかさエコバッグでも出てくるかと思った今ただのかわいいかわいいひっくり返したら表情変わるだけのこれはかわいいですかわいいこれはかわいい我々もひまか行ってね行ったもんね、タコがいっぱいでねあそこね、あそんなあったんだ実用性ゼロやんって言うてめっちゃ可愛くてちょっとここに入れてでもまあ結構苦しそうな顔で笑ってるけどね大丈夫だよって、うん、結構細かいとこにもいろいろこう飽きそうなとこがあってね、うん、すごいよなんかねこれでこのあれですかこのピアノというか、はい、これはあの隼人先生のあれですかね先生ああ YouTube のBGM とか、はい、を作るときに最初だけ使って今はもうただのインテリアになってます今はもうインテリアだそうですこれがあるだけでなんかね雰囲気まとまってる感じするけどね、うん、はいこれあれですね夏対策とかでも出してましたねこの辺りのそうですね換気扇とかのシステムとか扇風機とそっちに一応自作の換気扇作ってみたり、ね、ちゃんと配線から何から全部してあるすごいねこれ外してタコさんにちょっとごめんね言うてあここにかけてここでおお、自分らに当てて寝るみたいな。なるほどなるほど。あ、結構ファンのあれだ、羽がでかいから。涼しい。まあまだね、まだこれが自分らの主力のメイングッズ。これがメイングッズ。メイングッズ。これ寝るときはやっぱあかねちゃんがこっちで。そうですね。はい、そうね。このここのくぼみの部分に足を入れるから結構狭い。ねうん、あ、ぜひ寝転んでみてください。いいんですか？はい。そんないいんですかこんな。ちょっと許可をいただきましたよ。なんか許可待ちみたいなあなたそんなグイグイ入ってこないでもらってなんでですかなんで許可はあなたはいただいてない言っとくけど多分動画俺の方が見てるからねそういうことではないんですよ、もう信頼度は私の方が高いですなんでって何の信頼度何の信頼度なんではいどうですか正直言うと、うん、このふかふかマットがすごい良くて、うん良いけどやっぱここで2人で寝てるっていうのはすごいと思う、うん、ああそうだな確かに今ソロだったら結構快適な雰囲気だけど、うん、これを2人でねいやまあ仲いいから2人はいやそうなんですよ大丈夫なのよいやーって言ってる喧嘩もしますよ喧嘩もしますよ喧嘩はねそりゃもう人間ですからそうですよ、うん、でも助手席がちゃんと下までパタンで倒れるタイプだから、うん、いい運転席もヘッドレスト外してここまで落としてるような、うん、これ最初買った時予想外で、うん、これもパタンで倒れてくれるかと思ったああなるほど倒れなくて、うん、だからマックスのここまでなるほどこの高さと合わせてこれならね、はい、上にもなんか荷物とかちょっとずらして置いとけるもん、ね、うんうんうん僕これ作ってる時の動画から見てたんだけど、はい、このカーテンが一周するんだよね前の方まで、はい、あ、はい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 そうそうそうこれがねやっぱりね軽バンだとここでカーテンするパターンが多いんだけど、うんうん、一周することによってこの前の荷物もこう置いといても隠せるっていうのがあるから、うんうん、いいよねこれそれいいよね、うんうん、あそんな展開なんてこっち側だけじゃ行きましょうすいません本当に本当に
うわちゃんと一周するすごいこれ。しかもさカーテンが回るとさ、うん、なんかよりなんか安心しない。まあね包まれてる感というかね。そうそうそう。でもさあらこう見るとさなんていうの前後ではやっぱ入れるよね。あ、そうだね。2人あ、そういうことね。うん、そういうことね。うん、よく2人はだって前後でいるもんね、きっとね。確かに、食事の時は対面というか。結構気づかなかったけど、これビルドインされてる。そうなんですよ。IH。そうなんです。こことこのシンクとで。あらシンクでかい。でかい、これでかい。すごい。でかい。K に入れるにはでかいと思う、このシンクは。大きい。うちのバロッコの2倍ぐらいあると思う。こうある。本当に2個あるよね。うん、うん。あ、すごい。ちゃんとお皿も洗えるもんね、このサイズなら。うん。うんうんうね、小さすぎると無理だからね。この、あの小さな扉もこれは遊び心で。遊び心で。あら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 。こんにちはちょっと。あらあらあら。かわいい。すごい。先生、ちょっとね。うん。そこなんか引き出しがあるらしいのよ。あ、そうなの？そんなに開けちゃっていいの？はい、どうぞ。ちょっとだけちょっと。てか、わかねちゃんがさっきからアシストで扇風機当ててくれてるのよ、ちょっと。ちょっと、そんなアシストしないでください、本当に。AD みたいな。恐縮すぎて。恐縮すぎてね、本当に。そこだけちょっと見せてください。じゃあ、すいません、失礼しちゃっていいですか？なんか開けていいということなので。おお、え、まだ出る。あ、結構長い。え、まだ出る。おお、すごい。これがお二人が使っているグッズたちだそうです。はい、結構自炊には力入れようと思ってたので、うんうんうん、ここと、まだそっちの下にもガスコンロとかもあったりするので、なるほど。結構広めに。ちゃんと奥まで出てくるから取り出しやすい収納が出てきてます、ね、キャンプ仕様みたいな感じで。うわキャンプ仕様だ。キャンプ場行ったらもうここを広げて。なるほどね、トランスフォームするというこれで完成。はい、テーブルすごいいいね。ちゃんと収納とテーブルでなるのは。じゃあちょっと2人にお話聞きましょうか、はい、この後。はい、はいはい、それでは最後にですね、はい、日本一周のお話とかいろいろ聞いていきたいなというふうに思います、はい、ちょっと質問いくつか考えてきたんで山本さんじゃあぶつけてもらっていいですか。魂の質問。魂、うん、心からの質問、はい。まあ、2人は、ね、今まで32件をね回ってきたということなんですけど、はい、そんだけ回ってりゃもう目も超えてるはずなんです。いろんな景色をこう見てそうだ、ね、もうそうだ、ね、っていう2人に聞くおすすめスポット、うんうん、そうだね。逆にねそう、こんだけ見てきた2人がこれはすごい。そう、まあ、場所とか景色系で教えてもらえたらね、うん、めっちゃ見ると思う。私は結構ベタなんです。静岡。お、静岡県。富士山ね。気に入ってて、正直富士山をテレビで見たことあったけど、実物見るとすっごいパワーで、うん、特に富士市とか一番近いところに注目してる時はすごい良かったのと、あと私結構電車が好きなので、うん、そうなんで SL とかも走ってたり、うん、結構こう可愛い電車が多いのも静岡。改めて見た富士山がもう日本って感じで、うん、確かにね。ねえ、本当そう思う。もうじゃあ富士市付近での旅は結構楽しまれたっていうことで。ぜひおすすめ。ベタかもしれんけどやっぱそれが強かったっていうのは。結局ね一周回ってそこみたいなね。自分はやっぱあの九州、この日本一周最初に九州が、ま、九州回って、うん、やっぱそこの旅がめちゃくちゃ新鮮やったんで、うん、もうどこも九州良かったんですけど、今思ったらなんか阿蘇のずっと綺麗な風景が揃ってて、なんかあれが新鮮で良かったなっていうのが。阿蘇だって。阿蘇ってよく聞くけど俺ら行ったことないもん。行ったことないと思う、うん、阿蘇周辺だとなんかあるの、こうピンポイントにここが楽しいみたいな。いやもう阿蘇の街が、街っていうか走ってるだけでも走ってるだけでバンライフしてるなっていう。それいいね、めっちゃいいね。道がいいってよく道が良くて、九州は家族風呂がすごい、うんうんうん、こう習慣づいてるというか、結構もうみんな個室のお風呂屋さんがいっぱいあって、個室めっちゃ安くで家族風呂がすげえ170円とかで安っ一発目のねあったり、まあ大体2、300円とかで個室風呂みたいなのがいっぱいあるよね。だからお風呂には困らない。嬉しいね。いやめっちゃ嬉しいそれ、はい、九州です、はい、静岡、はい、ありがとうございます、はい、というお二人ですが、はい、今までいろんなもの食べてきたでしょ。食べました。上がってんだよこっちは。なんで上からなんて。下も超えてるはずなのよ。こんだけ食べてる。目も超え、下も超え。そんな二人がおすすめするグルメ、はい、グルメかこれむずいな。はい、はい、はい、では、また九州になるんですけど、はい、福岡の北九州市の旦過市場っていう北九州の台所って言われてるような商店街みたいなとこがあって、うん、そこに売ってた
何だっけあれ、サバの味噌煮が記憶に残ってて、あんまサバの味噌煮ここうまいみたいにならないならんのにめっちゃ今パンって思い浮かんだわ、それかな。すごー、そういうとこあるんだ、面白いね、静岡の爽やかは、爽やかね、爽やかね、もうあれのためだけに静岡行ってもいいぐらいっていう人が多いみたい。いやなんかね、やたらそう言われるんですよね。食べたことないね、僕らなくて食べた。あ、そうなの。そう、よく静岡行くんだけど食べたことなんか、すごい並んでるって、そう言うから。やっぱ群馬で言うとフライングガーデンですよね。フライングガーデン知ってる？え、何？知らない。フライングガーデン、ハンバーグがね、美味しいお店がある。GGC っていうのはまた別に。あ、GGC もある。もうある。あれも、そう、GGC はハンバーグもあるとか、ハンバーグもある。一応フライングガーデンが爽やかに似てるっていうのは噂されてるよね。なるほど。ちょっと行ってみたいな。そう、されてるし、まあそんなお二人ですけども。その始まり何なの？緊張するくって。そんなお二人ですけども、この車でね、はい、一緒に過ごすされているわけですよ、はい、で喧嘩もあるでしょ、はい、それは人間ですから、はい、でもこの車で旅を続けられる理由、秘訣だね。そう、秘訣。秘訣。この狭い車内で仲良くやっていける秘訣。難しいな。正直あの旅の途中で動画にはしてないけど、うん、何回ももう家帰るみたいな喧嘩になったこともあります、うん、あ、途中でもう YouTube も全部やめてやるみたいなぐらいもあるんですけど、うん、すごいこと逆に影響もある。でもやっぱり2人とも日本一周途中でやめたくないっていうのは、うんうん、まず一番強い、ね、こんなにゆっくり回ることは一生できないと思うから、確かにね、後悔しないように、うん、全県絶対回りたいっていうのはあります。あの、遠慮し合わないっていうのと、もし何か嫌だとか、うん、もやもやしたらすぐ言うっていうのはお互い、うん、逆にぶつかり合いまくるからこそ、うん、その日にすっきりし合って、うん、なるほど。お互いじゃあ2人で日本一周したいっていう気持ちで、うん、っていうことですよ、はい、ありがとうございます。じゃあこれ最後の質問です。はい、最後ね。そんなお二人に最後の質問なんですけども、はい、ケンキャンの第一印象。あ、それね。あ、なんか気になるかもしれない。それはあってからの。どっちがいいですか？動画の印象知りたくない？一番最初の、ね、当初の動画。じゃあ動画で、ね、いや、全然。てか動画もあっても一緒、印象は一緒、割で一緒、おイメージ通りやったっていう、そのイメージがどうかっていうことですよね。そうね、気になる、気になる。あれ逃げた、逃げた。あ、ケニーって呼ばせてもらってるんで。いやいやいや、すいません、ちょっと恥ずかしながらニーとネーと呼ばせてもらって。ニーちゃん、マムちゃん、動画で見る限り、うん、すごく喋り方が上手で、車の説明が上手かったから、かなりしっかりしたお兄さんなんだなと思ってたら、本当にそのまま。いや、思ってたらそのままだったって。頼りがいのあるお兄さん。うわぁ、質問の答えとしては、嬉しい。質問の答えとしては、ちょっとつまらんかもしれない。なんか、懐けそうなお兄さん、お姉さんやなっていう。いや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 、ね、すごい気遣っていただいて、本当に。ありがとうございます、本当。懐きたくなるやろうなって思ってきて。うわ、嬉しい。そのまま懐いてるっていう感じですけど。でも、山美ちゃんは、先輩っていうよりも、なんていうかね、私結構あのガチャガチャとか可愛いもの好きなんだけど、なんとなく同じ匂いがしてた。いや、ね、ケンニーはしっかりもんで、山美ちゃんはちょっとおっちょこちょいなんかなって思っとったら、山美ちゃんもしっかりもんやって、意外とね、そこがそういう面も一番のギャップ。山美ちゃんがしっかりして、ケンニーはそのまま頼りがいある兄さん。なるほどね。本当にいいものしか紹介してないっていう信用、信用力やばい。なぜかずっと深々だね、深々だね。そう、なんかそこは、いやいや、こう、ケンキャンさんが紹介するものとか、だったら、普通に買ってみたいなって、なんでか思うのはずっとありました。嬉しい。山根さん、最後に、じゃあ逆にどうですか、会ってみて印象は。いや、もうね、意外と言っていいのか分かんないけど、予想以上にこう、おしゃべりが、はい、そう、そう、そう、まあ今日初めましてとか言ってな、もう一回飲んでんだけどな。一回ごつまってます。一回飲んでんだけどね。一回飲みとかもめっちゃね、面白かったね。開眼してたもんね。二人で目が目がピキーになってたもん。面白かったね。だいぶ入ってた。気分が上がっちゃいました。そう、面白かったね、本当に。はい、いや、ありがとうございました。今日はいろいろと見させてもらって。はい。じゃあこの後はですね、なんとね、我が家に今日泊まっていただけるということでね、バーベキューなんか準備してますけども。今日もお邪魔します。はい。
まあそのシーンはちょっとな始まりだけ、あとはほらもう撮影もやめてさ、みんなで楽しもうよ。そうだね、うん、よし、じゃあ準備しましょうか。はい、お願いします。お願いします。はい、ようこそ、ケンキャンハウスへ。はい、お願いします。乾杯。